白ネギもトロットロに火が通ります。皆様こんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、白ネギを使って作るもう絶品のおつまみ、ほんと白ネギもねトロットロに柔らかくなって、そしてねある方法を使って火を通すと白ネギ本来の甘みがめちゃくちゃ引き出されて、もう甘さとトロットロでお酒のおつまみに抜群です。味付けも超シンプルで本当間違いない組み合わせ、仕上げにちょこっとね味付けするだけなんですが、白ネギとの相性抜群でもうマジ止まりません。いや、今回のこの方法でぜひ作っていただきたい。驚くほど白ネギが甘くなって美味しいです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら白ネギ、今回は2本使います。まあ2、3本、量は適当で大丈夫なんでね、お好きなだけ用意してください。お酒大さじ1杯。はい、こちらもう味付けも超簡単、ポン酢ちゃんね、ほんとこれも適当で OK、 マヨネーズも好きなだけ、そして仕上げのトッピングに鰹節を少し使います。今回はね自家製のポン酢を使うんですが、市販のもので大丈夫です。もしねご家庭で手作りしてみたいっていう方、ポン酢の作り方は説明欄に貼っときますんで、ぜひ参考にして作ってみてください。ほんと美味しいです。材料は以上です。まずはこちら白ネギ、まあこのね緑の頭の部分も食べれるんですが、今回はちょっと使わないでおきます。まあチャーシューとかね作るために置いといていいですよ。冷凍しとくとね臭み抜きなんかに使えて便利です。はい、そしてこれね白ネギちゃん、軽く表面を洗ったものを切り分けていくんですが、このまま普通にねポンポンと切り分けてもいいんですが、めちゃくちゃ熱くなって食べた時にねこの中からつるっと出てきて火傷する恐れがあるので、まずは噛み切りやすいように、はい、こんな感じで少しね斜めに、はい、全体的にね切り込みを入れてください。もう片面だけで OK です。こんな感じですね。はい、白ネギね切り込みを入れましたら、まあ食べやすい長さ 3、4センチってとこですかね、もうザクザクっと切り分けていくだけ。準備はたったこれだけなんでね超簡単でお手軽、もうこれがね絶品のおつまみになるんで、めちゃくちゃ美味しい。しかもね白ネギの甘みもね最大限に引き出されてびっくりするんで、ぜひ作ってみてください。よい、こんな感じで白ネギちゃんを切り分けます。はい、こちらねフライパンの方に切り分けた白ネギを入れてください。この並べて入れた状態で火をつけます。火力は中火、まずはねゆっくりと加熱した方が白ネギの甘さがね引き立ちますので、このフライパンに並べた状態で火をつけていただいて、表面に少しね裏表焼き色をつけていきます。はい、こちら白ネギちゃん、まあ1分ぐらい焼くと香ばしい焼き色がね裏面についてきます。こんな感じですね、すべて裏表ひっくり返してください。このね焼き色が風味も良くなってめちゃくちゃ美味しくなるんで、絶対につけた方がいいです。はい、こんな感じね、どん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 ひっくり返していきます。はい、よっと、はい、白ネギちゃんね全てひっくり返したら火力を超弱火にしてください。もうとろ火ぐらいです。そしてとろ火にしたところでお酒を回し入れます。はい、この状態で蓋をします。超とろ火のまま約3分ね蒸し焼きにしてください。じっくり蒸し焼きにすることでこの白ネギの甘さがねめちゃくちゃ引き立って、白ネギもとろっとろに火が通ります。これ超とろ火でいってくださいね。あ、よっと、こちら今とろ火でね3分ほどじっくり蒸し焼きにしました。もうこれで玉ねぎもとろっとろになってめちゃくちゃ甘くなってます。見て、めちゃくちゃ美味しそう。
裏側もね、とろ火でいってるんで、そんな焦げつかないので安心してください。もうここまでできたら、あとはね、盛り付けてちょこちょこっと味付けするだけで、絶品のね、白ネギのおつまみなんで、ほんと作ってください。マジやばいです。はい、こちらね、もう適当で構いません。器に盛り付けてください。そうしましたら、この上にマヨネーズ、もうこれもお好みで OK なんでね、ピュピュピューっといってください。そしてポン酢ですね、上からたらりとかけちゃってください。このマヨポンがマジやばいのよ。はい、こんな感じね。あー、うまそう、早食べたい。最後は仕上げに鰹節をバラッとトッピング。はい、これで完成。ほんと白ネギもね、香ばしくてトロットロ、甘みが最大限に引き出された白ネギの酒蒸しマヨポン仕立て、もう絶品のおつまみなんでね、マジで一回作ってみてください。白ネギがびっくりするぐらいうまいです。それでは、キュームポーいただきます。間違いない。ほんと白ネギも香ばしくて、めちゃくちゃ甘くなってる。しかもじっくりね、酒蒸しにしてることで、もうトロトロ。いや、白ネギの甘さが引き立ってマジやばい。そしてね、この味付け、マヨネーズポン酢に鰹節、めちゃくちゃお手軽で本当に美味しい組み合わせです。まあ、今回は白ネギを使って作りましたが、もういろんな野菜とのね、相性抜群。もうじっくり蒸し焼きにした野菜とかね、ボイルした野菜、もう何やったら電子レンジでチンして火を通した野菜でも OK。 このマヨポン鰹節でね、食べたらマジでうまい。うん、いや、このね、白ネギじっくり加熱して火を通すことでね、本当にね、甘さがね、むちゃくちゃ引き立つ。いやー、マジやばい、うますぎる。これはちょっと飲みたくなったんで、いっぱいいっちゃいますか。うん、あいよー、男は黙って札幌ビール。いや、今日はちょっとだけにしときますね。いや、ほんとこの白ネギの酒蒸し、マヨポン仕立てやばい、最高。うん、あー、いや、マジも仕事終わりの一杯やばい。そしてこの白ネギのおつまみもマジ絶品。うん、いや、めちゃめちゃお手軽に作れて、ほんとこれ美味しいからね、おつまみにぴったりですし、白ネギ5本ぐらいやったら1人でもペロッといける。ああ、札幌ビールもうまい。うん、美味しいな。マヨポン鰹節、マジやばい。ああ、もうね、これ。あ、グビグビいっちゃうわ。早飲みすぎやな。うまい。あー、マジやばい。これは本当お手軽で美味しいんでね、ぜひ一回作ってみてください。激うまです。